小学校の時、とあるゲームの小動物キャラの真似で語尾にですのをつけて話していました。ですのをつけるんだ。いや、まずここで一黒歴史よね、普通に。まあ、これだってこの人男の人でしょ。まずここで一黒歴史ね。はいはいはい。なんか男の子が中学校で学校でおはようですのみたいな、男の子におはようですのとか言って、そんな感じ。なるほどね、きついね。またそのせいでピーもと間違われたのか、家で遊んでいた際、友人かっこ彼女持ちにベッドへ押し倒されました。なんだこれは、漫画の展開か。そして耳元で、お前彼女より可愛いわ、付き合いよと言われ、一瞬心が揺らう。なんで揺らぐんだよ。一瞬心が揺らいで抵抗できなかったことが最高のくらい。3段階すごい。これもう3段階落ち、これはマジですごい。こんな3段、綺麗に3段階落ちすんの、こんなの。いや、いやなんか爆笑って感じじゃないんだけど、面白い普通に。いや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 、これツッコミどころが多すぎる。まずさ、そもそもさ、語尾にですのってつけて話していましたって平然って言われてもさ、もうそこの時点で黒歴史だよっていうのもあるし、そこで第2段階で、まあその家で友人かっこ彼女持ちにベッドで押し倒された、もうここでさ、もうここで完結してもいいじゃない。なんで彼女持ちの友人にベッドで押し倒されてるんだよみたいな。でその後で耳元で、お前彼女より可愛い、お前この男何なんだよ、彼女より可愛いわって、彼女か、かわいそうだろ、最悪だよ。お前彼女より可愛いわ、付き合いよと言われ、一瞬心が揺らいで、なんで揺らぐんだよ。やば、こんなに簡単にもBL の世界へ行くものなのね、世の中の男の子たちって。初めて知ったわ。一番の被害者は間違いなく彼女。いやもうそれは間違いない。いや彼女が可愛い、でもこれは知る由もないでしょ。でも彼女ってきっと、で自分の彼氏が自分の知らないところで男の人をベッドで押し倒して、俺の彼女より可愛いわとか言ってるってさ、お前それあれよ、ハートンが、いやーお前ハーちゃまに可愛いわって、男の、まあ男のね、普通友達とかか、まあ別に男のね配信者、まあ VTuber の方に言ってるみたいなもんでしょ。押し倒すまではあれか、でもないか。